誰にしようかな、誰にしようかな。おい、ちょっとウィーバー使ってる人いるぞ。許せねえ。ウィーバーどんなもんか見てみる。ウィーバーという文字に惹かれてしまった。嫌だ、ウィーバーに惹かれた自分が嫌い。接戦負け、一生沼ってます。ヒールしてるだけでは視野が動かず、ダメージ出そうとすると空回り、正直敗因が毎回不透明なので、スーパースパルタコーチングお願いいたします。スーパースパルタコーチング、ライフウィーバーを使うな。はい、まず一番最初お願いします。あ、鳥も引っ張るよね、楽しそうだから。こうやってやるんだ、ライフウィーバーって俺初めて見る、ライフウィーバー視点。しかもダイヤだから結構レート高いからさ、こうやってやるんだ。まあそうだね、上行って車線切りながらヒールするよね。多分マーシーライフウィーバー、なんか純粋にダメージもヒールも足りない気がする。このキャラわかんな、何をコーチングするんだろう。まあ今のところは別になんもないね、別にヒールして仕事してるって感じ。あ、こういう角度でもヒールできんだ、へえ、おもろ。普通にさ、なんかリワークいい感じにやったらさ、強くなるくね。この車線切ってもヒールできるのすごい今までにない気がする。ほら、こういう、これ引っ張るやつもうちょいローの時に使った方がいい気がする。このキャラは本当に知らん、申し訳ないけど。これはウルトの山で分けました。せっかくだし上取りたいね、みんなで。これ取りに行こうぜみたいな動き、誰も乗ってくんない。これ上取ったらめっちゃ強いのに誰も乗ってくんない。上げて上げてんのにね。おお、でかい、なんか回していったの。おお、避けんのうまい、なんかでかくね、あんた。いや、うまっ、ライフイバー上がれ、うにょいん、上がれんかった、ノー。まあ、なんか逃げ回れてたらあったかもね、今の。でもライフイバーこう見るともう楽しそうだね。やばいやばい、悪影響です、やめてください。確かに勝手にさ、高台行って引っ張ればいいんじゃね、バスティオンとかキャスディを。ここでバスティオンとかキャスディとか引っ張ってこっち来いってやればいいんじゃない。おお、ナイス、いいね、なんか珍しい合わせ。こう見るとてかこのマップ強いかもね、ライフウィーバー。いや、これ普通にこのマップ強いわ、第2だけ強いかも。高低差激しくてヒットスキャン強いマップ、うまく使えば強いわこれ、うまく使えばね。おはは、使ってくれた、引っ張れ、いいねいいねいいね。うん、ああ降りちゃった、降りるよねそりゃ。うん、もう一回上げての、引っ張る、引っ張れ引っ張れ。まあ、クイーンを引っ張っても意味ないんだよね。まあバスティオンが上来てくれたら、俺ウィーバーうまいね、ごめんウィーバー変えてくださいとか言って、結構キャリーしてるかも、このウィーバー、このウィーバー実はキャリーしてるかも。何がダメかっていうと、まあ、ダメージではキャリーできないよねってさっき悩みでも言ってた。ダメージ足んねえわっつってゼニに変えるんでしょ、この後。結構味方依存度は高いから、味方の動きに合わせたライフイバーだもんね。なんかデュオでやったら強そうけどさ、今みたいにさ意思疎通できないからさ、このレート帯ってなんかあんま出さん方がうまいよ普通に、パオさんのライフイバーでも。なんか味方依存度がやっぱ高いね、キャリーができないって感じ。パワーがない、パワーがないね、パオだけに。パワー、パワー、うん、ライフウィーバー欲しいって場面がない、それに限るかもこのゲーム今のところ。まあでもゼニバティもありだね、まあ、こっからが多分コーチングの本番。悪くはないんだよね別に、圧勝じゃないから。的まず大前提として
ゼニって何キャラ？そう、ポークキャラです。火力、火力最強、火力出すキャラポークです。遠距離なので自分たちは一箇所にいるんじゃなくて、こういろんな角度からこうやって敵を一箇所にまとめて撃ちたい。そのためにはサイドを切る。敵のサイドは今ソンブラぐらいですね。この構成でまあソルジャーがなんかいきなりここら辺一人で来たらそれサイドになるけど、浮いてるやつを弾いて敵を一箇所に集めるのが基本のオーバーウォッチ。もうどの構成も基本的にそれをどうやるかが違うだけ。ポーク構成は横に斜線をいっぱい広げてみんなでちょっとずつこうやって、おいこっち来んな、ピピピピピ、はいここエリア確保で、次本陣こっち行って一人置いてって感じのやり方がポークなんだよね。なのでまあエリアを展開しつつ死なないのがすごい大切です。敵は逆に浮いてるやつを殺すのは簡単なことだから、浮かずにどうやってエリアを展開するか。ちなみにここで止まるのはなぜかっていうと、ディーバがここにいて、ディーバをフォーカスするとソルジャーがこうやってフォーカスしてきて、ソルジャーをフォーカスするとディーバが次ゼニーとか殺す。なので一番いいのはまあここら辺、安全地帯はここら辺ね。安全地帯行きつつ、まあ、シグマがこうやって上取って一人で、シグマが一人でここに来て盾張ってここを追い返すみたいな感じだね。なので、まあ、パオさんは全く関係ない、まあ、かみんなで行くか、みんなでこう行く、だから提案するのもあり。ここもなんでポークができてないかっていうと、こっちが覗いてる車線ここだけなんだよ。この1車線しかないんだよ今僕たち。この門の下のここの一直線しか車線が通せてないの。車線を通さなきゃ、いっぱい増やさなきゃポーク構成は成立しません。こうやってこっちにサイド展開してこの上のバスチョン絡んだり下ろして、敵が全員一箇所になった時にさあっつって一箇所集中砲火プラーンって、おー痛い痛い痛い、サイドを切る、サイドを切る。もう常にゼニーはフーアも調和もフランカーにつけてすぐ追い返してタンクに、調和はタンクにほとんどつけなくていい、まあ、マーシーの時はつけてほしいかな、とかブリゼニとかヒール少ないやつの時はそうだけど、基本的にヒール少ないのはトップ隊以外やんないでほしい。ブリゼニ、マーシーゼニは難しいよ。バティゼニ、アナゼニ、キリコゼニとかはいいと思うけど、基本的にフーアは優先度で言うとまずサイドに浮いてるやつを帰れって言わせるため。いや相手タンクにフーアは微妙じゃない、それが基本だけど、このゲーム何よりもサイドを切ることが大切。あれよ、長期投資、それこそタンクにつけてタンクを倒すのが一番いいんだけど、長期投資的にエリアを取ることがすごい大切で、敵がすごいエリアを取ってきてるからそれを奪い返すために一回タンクじゃなくてそいつにフォーカスを当てて帰らせた後にまたタンクにつけるって感じ。まだ下にいるよね。いいね、ほらほら、今みたいにサイドにいる浮いてるやつを狙う。これもう押し切りたいね、これで。いいよいいよ、もうこれだよゼニーの強み、これです。ちょっと横に展開してダメージとフーアでもう俺タンクなすすべないじゃん、はい、後ろの回し、オッケー、いいよ。第3のエリアの展開の仕方すごい良かった。俺はこれさ、こっちウィドウ倒せるのがさパオさんぐらいなんだよ正直。かディーバが直接もう上にぶち倒すか。俺だったらまあヒール足りるし、これまあなんかこっち来てこっそりスニークしてこいつピュンピュン狙うね。俺だったら別に今さ何もしてないじゃん、ダメージも出してない、ヒールもしてないって感じじゃん。敵も出せないし、別になんか C9 したんだけど、これに負けちゃったろパオさん、相当悔しいなこれ。おい、お前、何それ、うますぎんだろ。そう、ずっとつける、ずっとつける、もうずっとつけてなさい。フワ、切れてるよ。あなたの 5の弾より、フワの方が強いです。5弾より、フワです。ちなみにこれ、新目でここ取るの不可能です。敵新目だったら、ここ取るの不可能だと思ってください。上行ってください。メイン新目だよ、しかも。
ここゴリ押そうとすんの。メイ、ウルト、ハイヤ、マジかよ。これは全員です、ちなみに。メイ、新メガいたらもう全員です。ペイロードは後で押せばいいだけの話。逆に、パオさんは今、俺、交際あるから、車線広げて合流するのもありだし、ラマットラウルトあるからそれ用に持っとくっていうのが。ファラにつける。なんでここつけてあげない。てかまあウルトも打たなきゃいけない。これ敵がラマットラウルトあります、終わりっていうわけね、うん、まあでもあれ C9 か。おか、怒っちゃった。まあ、今のは調和がファラについてたら、まあ世界変わってた可能性はあるし、まあ、てか常にそういう意識をしてないと世界は変えられないし、自分が交際あるならもうちょいいかつめの動きをして自分がキャリーする意思を持たなきゃいけない。例えば俺やったらこっち、こっちにいるね。だってさ、今さポーク構成なのにさ、見てここにみんな集まってんだよ。ポークってさ、内から外を打つの弱いんだけど、外から内側打つのは強いの。ラッシュは内から外打つの強いんだけど、囲うのは弱い。こうやって車線を広げなきゃそもそもダメージが通らないんです。ここにいたらラマットラこっち見なきゃいけない。ファラこっち絡んでくる可能性ある。こっちにいたらそもそもさ、ファラがさ、ファラに撃ち落とされずに、もしかしたらゼニに気引かれてこっち見てこっちにさフォーカスしてる間にファラがバレッジ決めれて、こっちは交際で耐えれるとか。交際を絶対温存しなきゃいけないとかじゃなくて、教科書はないから、これやったらこれ、これやったらこれ、なんかおおよそのさ7割ぐらいはそれで完結できんだけど、やっぱ3割アドリブだから、ここのほらアドリブで、教科書だったらラマットラ、これ教科書通りの動きだよ。ラマットラは交際終わったから吐きます。でも教科書通りでうまくいかないこともあるじゃん。そういうことなんです。いやでもいいコーチングだったな、いろいろ見れた。